はじめまして。はじめまして。はじめまして YouTube ですかね。 YouTube。 はい、何から喋ったらいいんだろう。普通のね、ライブのようになかなか行かないんですけども、今回ですね、毎年この3月にやってる、東日本大震災のね応援ライブをですね、ちょっと延期という形にしたので、でも先がねちょっと見えないので、こういうふうに、演者と PA さんと、撮影隊のね少人数で今、撮影用のライブをやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではここからはですね、全てオリジナルソングとなります。1曲目はですね、猫の歌ですね、気まぐれ春というのを作ったんですけども、うちの猫ちゃんが17歳で、まあこれは2012年に作ってるんですけども、目の前をねこう歩いてるところを見て、詩が降りてきて作りました。なので猫ちゃんを飼ってる人たちはですね、はっこれわかるわかるとか思うと思います。それとですね、今ねいろんなところにも猫ちゃんねたくさんいますけども、ぜひぜひ猫ちゃんをね可愛がっていただきたいと思います。東日本大震災の時にですね、宮城県の猫の島があるんですけども、そこはですねやっぱり猫が一斉に山の方にバーッと逃げ出したんですね。でそれを見たね、そのね住人の方たちもやっぱり猫たちがバーッと逃げたので逃げれたという話もありますので、ぜひぜひ猫ちゃんたちを可愛がってください。それでは気まぐれ春。春にゃん。すると
ございます。時々あのなんかねポンとこう白くこの辺がポンと白く抜ける時があるんですけど、そんな時は団長が助けてくれます。時々ね、はい、時々です。はい、このまま耳つけたままこのままね参りますけども、次の曲はですね、あのそうだ、じゃあ YouTube の前の皆さん、ワンちゃんとか猫ちゃんとか鳥さんとかフェレットとかウサギさんとか、動物と一緒に暮らしてる方、はーいありがとうございます。ですね、動物たちはどうしてもあの飼い主さんよりも先に星ね、お星様になってしまうんですけども、そういった時にですね、ペットロスというのに、なりがちで、で私のお友達がですね、猫友というんですけど、猫を飼ってるお友達がね、皆さんちょっと落ち込んでしまったので、これをなんとかね励まそうと思って最初は作った曲です。でも今ではですね、この曲を歌う時に皆さんにお願いすることは、防災の関連からですね、ペット防災っていうのがあって、避難所にねペットと一緒に避難するとですね、一緒にねこう避難所に入れないことが多々あります。昨年もねいろんなあの台風とかねあったんですけども、その時に一番ねあの問題視されてるのがやっぱりあのマンションの1階でねワンちゃんと3匹のワンちゃんとね、飼い主さんが亡くなってしまいました。やっぱりね3匹もいてねこう一緒に上に上がれないっていうことで、そこで我慢してらっしゃったと思うんですけども、あとは中学生の子がね、猫ちゃんと一緒にいるから避難できないということで、後の方で自衛隊の方々にね、救出してもらいましたね。でそういうこともあります。なので、どうかですね皆さん一人一人がですね、もし何か災害などでね避難をすることがあった時、ペットはですねみんな家族同然なので、どうかあの受け入れていただけたらなと思います。でこの歌を聴いていただいてですね、そういう意識を変えていただけたらなと思っております。で虹の橋という題名なんですけども、この歌詞はですね、3番まではあのペット側の思い歌詞になっております。そして4番があの飼い主さんの歌詞となっております。その辺を、踏まえて聴いていただけたらなと思います。では虹の橋。僕はずっと一緒にいるよ。僕がいなくなっても姿が見えなくなっても抱っこできなくても思い出して楽しい時を悲しませるための代じゃないさ。天使になって生まれ変わり帰
僕はずっとそばにいるよ。かもしれませんけど、ちょっとカメラがですね落ちてしまいました。はい、撮影しているカメラがね2台あるんですけど、そのうちの1台がちょっと落ちてしまって、ね、そちらの方復旧してました。すいません。 まだ1台残ってます。それではなかなかですね、初めてのことでなかなかちょっと難しいというか、なかなか慣れないですね、この撮影っていうのはですね。はい、いつも目の前にですねお客様がいて歌うことの方がというかほとんどそうなのでね。ねえ団長、なかなか大変ですねこれね。大変ですね。はい、 いかにもなんか今日だけこうみたいな。本当にちょっとね。はい、それでは次の曲はですね、いつもですねいつもじゃない、何回目、5年前ぐらいから
かな、リレーフォーライフジャパンというのにのイベントにですね参加させていただいてるんですけども、その時に作った曲をですねここでもちょっと、知っていただこうと思ってね、歌おうと思います。これもですね前向きな、歌詞になってますので、ぜひぜひね聴いていただけたらと思います。リレーフォーライフジャパンというのはがんサバイバーの方をですね、支援する応援するイベントのことなんですけども、年に1回あるんですけどね、今年もねそれがその宮崎の方は5月にあるんですけども、それが行われるかどうかね、このまま状況どうね変わっていくかでねわからないので、ちょっと歌ってみたいと思います。これはですねお友達のドクターが作った曲ですよ明日の光です。
イエーイ、ありがとうございます。マイクもうちょっと上げられますか？ちびちょっとだけ。ハウらないぐらいに上げてもらえますか？お願いします。あの多分音がここの音がすごくてあの聞こえづらいんです。それではあ、これもちょっと危険だな。団長の助けを借りようかな。それでは次の曲はですね、ですね、2011年に東日本大震災が起こりまして、その後にですね、私の、お友達がですね、福島の原発の近くまでですね、あの仕事で行ったんですけども、でその時にもうね、ちょっと覚悟を決めて行くぞみたいなことを言ってて、それでもあの帰ってきたんですね、普通に。で、あ、無事帰ってこれたねみたいな感じで、で、ね、いつか飲みに行こうって言ってたんですけども、それはね、まあ、いつでもいいやと思ってたわけですよ。そしたらですね、その2012年のね、3月にあの他の仕事の事故で、亡くなってしまいまして、ね、3月11日があの大震災の日ですけども、そのね1週間後にですね、1週間後な、まあ、1年後の1週間後なんですけども、亡くなったのが。だからこの月はですね、そのお友達のことをね、もう一緒にずっと忘れないでいようと思って作った曲です。やっぱりですね、歌を作ってるとこうやって歌う機会がありますので、忘れることはね、ないなと思います。普段の生活の中ではなかなかですね、やっぱりこうね、こう忘れてしまう時もあるんですけども、この歌がある限りはやっぱりそのお友達のことはですね、思い出していくんだなと、改めて、感じました。なので、皆さんもいろんなね、いろんな人生の中で、自分の大事な方がですね、やっぱり亡くなったりすると思います。この歌を聴いてですね、少しでもあの、共感していただけたらと思います。ではごめんね、ありがとう。
これからは、新曲をやりたいと思います。まだ、2回ぐらいかなやったのは、新曲を披露目になります。ちょっとですね、皆さん練習のためにちょっと一部ですね、みんなに、参加してもらおうと思って作った曲なので、その部分をちょっとやりたいと思います。ラブラララのところですね。さあカメラの前のみんな、準備はいいかな。おお、あ、返事があった。キーさん、ちょっとその部位を聞いて。団長がちょっとやってあげてください。覚えるためなので、ゆっくりめにちょっといいですか、音をメロディーを覚えていただこうと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、ララ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 ラっていう感じですね。もう一回いきましょうか。もう一回、じゃあ団長がお一人でどうぞ。ワン、ツー、スリー、フォー、ララ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 ラ、朝日が昇ったらいいな。わかりやすいですね、団長のやっぱね、わかりやすいですね、こ言葉 の、 メリハリがあって、え、メリハリ、うん。それではですね、これ、これも若干エールソングになっておりますね。お友達がね、ちょっと落ち込んだ時にいろいろメールのやり取りをしたんですけども、そんな感じのことがをですね、書いてみました。で、これを書いた後に私がちょっと落ち込む事態にが起こったんですけども、昨年ですね。で、これ作った時はそのお友達の励ましだったんですけども、その後自分のちょっとそういう事態になった時に、これを歌った時にですね、なんか自分の励ましになったというね、毎回そうなんですけども、なんかやっぱね、こういう歌詞を書くとですね、そういう風になってるんだろうかと思います。やっぱね、自分が痛みを分かってこうね、歌っとかないとですね、響かないんではないかと思いますけど、何言ってんだろう、大丈夫かな私これ。それではこれですね、実は題名がなかなか決まらず、そうね、It's gonna be alright にしたいと思います。大丈夫かな、今初めて聞いたけど。今、はい、そういう風にしようかなと思っております。 It's gonna be alright です。 イエーイ、 イエーイ。進むことの
新曲でございます、はい、元気が出るように作ってありますけども、元気出たかな。私は元気になりました。今のでどうでしょう団長。もうコロナウイルスもうぶっ飛ばせですね本当だよね。本当だよ。これ音楽って歌うことって免疫力が上がるので、皆さんどんどんそうですね、今ほらねマスクしてますけども、一人の時車運転してる時とかね、もうどんどん声を出していくと肺にもいいしですね、肺も強化されるし、この辺も強化されていくので、ぜひぜひね歌っていただけたらなと思います。今のねラブ、本当あれ1回目ラブなんですよ。愛です。どこ僕にどういう反応しろとていうかですね、歌ってる最中にあれずっと耳つけてるなと思って、あキーさんいつ外したんですかね。今そう、なんか歌いながらあれなんかずっとついてるなと思いましてですね、今外しましたけども、つけててもいいんですけどね。さて残り2曲となりました。順調でしょうか。順調に来てますでしょうか。それではですね、残り2曲ですけども、最初はハートトゥーハートというね歌をやりたいと思います。この曲は、2011年の2月にですね作ってたんですが、その3月11日にね大震災が来まして、この歌詞の2番をちょっと変えました。気仙沼のお友達のねお話を聞いて、そういうなんですかね、亡くなられた方を思って、その強さとかねそういうところを、ね、忘れないよという思いを込めて2番を変えまして、そして最後の大サビもですね、日本皆さんね、日本のみんなで復興に向けて一緒に歩こうよという意味で作りました。ところがですね、今コロナウイルスで手をつないだりとかハグしたりとか握手したり近づいてね、こうしてはいけないみたいになってしまってて、この歌はですねそういう感じなんですね。もうみんなハグしようよ、手をつなごうよ、握手しようよというところなんですが、ちょっと今ねそれが自粛になってるんですけども、ね、このね新型のウイルスがですねを撲滅した時には、皆さんね、やっぱり人と人は目と目を見て話して、そしてね、もうそのぬくもりを感じた時に初めて相手の気持ちが伝わるんだと思うので、ぜひこの歌を覚えていただいてですね、ハグとかね握手とかを、まあこういう感染ウイルスがない時はやっていただけたらなと思います。本当に大変ですよ団長、これ説明するのがね気持ちで手をつないでそうだね、気持ちでハグをして、あ、素晴らしい、さすが団長、時々団長素晴らしいことを言ってくれるんですよね時々ねはいはい、本当にそうですね、気持ちでね、そうだそうだ、その気持ちを忘れずに、はい、はい、ということです。団長今日玉木の T シャツ着てますね、素晴らしい。これは団長これオンリーワン園のね、北浦町にお住まいのねオンリーワン園のしのぶちゃんという方がね作ったやつですけども、それでは本当はいつもはみんな手つないでって言いたいところですが、今日はそれはなく、団長がやったハートで、ハートとハートでつなごうと思います。あ、そっか、これハートとハートだ。いい歌だ、いいタイトルだはい、では、ハートトゥーハート。
ごめんね、わかっていても口に出せない、君への想い照れくさいけど今なら言えるよ、ありがとう愛しい人、ラスト1曲、私がね、東日本大震災の後に、宮城県、岩手県の浜の女性の方々が、
浜のみさんが玉木というね、これですけども漁網を使ったみさんがをね作り始めます。これが復興の一歩だったんですね。2011年の6月から作り始めております。かよさんというね、方をね、助けるために生きがいをね持たせるために始まったんですけども、最初はですね。でそれをこの離れた宮崎でも、みんなに知ってもらおうと思って作った曲が玉木という曲ですね。でこの玉木というのは日本古来の言葉で、このブレスレットのことを玉木と言います。和ですね。みんなの気持ちがねつながればいいなと思ってね、このタイトルで、作ったんですけども、毎年ねこの時期にはその三陸とれたて市場というところがこれを作り始めたんですけども、その三陸とれたて市場から、いろんな食材をね、取り寄せて、そして、宮城県の南三陸からは復興された牡蠣漁のね方、牡蠣漁家の牡蠣を取り寄せてね、いつも皆さんで、食べていただくんですけども、今回はそれが叶わなかったんですけども、またね時期を改めて、やりたいと思います。その時はぜひ皆さん来てください。美味しいですよ本当に。でその、私のですね作った歌をですね、その岩手県大船渡市のおきらいというところのね、三陸漁業の方々が見つけてくださってですね、今つながっております。で、ね、このつながりも本当不思議なんですけども、こういうつながりを大事にしてですね、またこっちもですねいろんな自信もありますので、いろんな教訓をですね、こう意識に知識に入れてもらってですね、防災に役立てていただけたらなと思います。この玉木という歌を聴いた時にはそういう防災のことをね思い出してもらえたらなと思っております。それでは他に何か言うことあるっけ。メンバーこれはいいか。これ最後に言おうかなと思ったけど、もう玉木でよっ。団長が言ってくれたので言います。 CD があります。 CD が、あれ団長ちょっと私片手無理だわ。玉木ですね。玉木の中にはハート、さっき言ったハートトゥーハートと、あと今日はやってませんけどもいつもやるハッピーバースデーというね明るくて元気な歌が入っております。3曲入っております。はい、そして最初に歌った虹の橋ですね。これは6分弱ですけども、ぜひね聴いていただけたらと思います。これはちょっとあんまり大震災には関係ないかもしれないけど、いや関係なくないかね。幸せを呼ぶ街延岡というね延岡の歌を作っておりますけども、今日はやってませんが、これねいろんな自分のふるさとをですね、入れてもらって歌ってもらえたらと思います。これもカラオケで歌えますのでね、これと一番最初に歌った気まぐれ春も実はあります。 CD たくさんありますので、ぜひぜひですね注文を受けたまっております。私もねイベントがないので外に出て歌うことがね当分ないと思うのでですね、この YouTube を見てもらってですね、CD で聴きたいなと思いましたら、ぜひぜひ注文をですね、していただけたらなと思います。ねえ、はい、注文はここ注文はここ郵送いたしますのでね、注文はここでございます。郵送いたします。手をちゃんと消毒して郵送いたしますので、ね、ぜひぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは最後の曲です。玉木聴いてください。そして青空が残った、春はそこまで来てたのに、叫びはいつか祈りへと変わり、あの日の涙を忘れない、生きてゆくことはと
ても辛いことだけど、誰かが支えていてくれると思うと力が湧いてくる。前に進もう、希望を胸に、たくさんの勇気とたくさんの優しさ、素敵な贈り物、みんなの想いを玉木が繋いでゆくよ。もう泣かないで笑ってよ、僕たちはここにいるから。仲間たちの笑い声と、無邪気な子供の姿、ここに生きる人たちの誇りよ、負けないで強く立ち上がれ、魂どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひですね、イベントが自粛が解かれて、生のライブができるようになったら、はい、生を聞きに来てください。聞きに来てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。